今作マジ色違い厳選簡単、めっちゃ簡単じゃん。これだったら本当に新ポケモン色違いコンプいける。あーでもあれか、ノココッチ三つ節とかがいんのか。まあでもなんとかなるでしょう、これ全然どうなんとかなるでしょう。うわーうわーかわいい。おい来た、おー来たー、あざす。おーやったぜ、バイオレットもクリアしてきましたので、シャシャシャ、お前だ、おいおい、よしよし、ほいよ。あれに節が一つ多い三つ節フォルムというのが存在するということで、おあいいおばちゃんみたいだけど、おいおい、あぶねー、ギリギリ醤油かかってるみたいな、これ何。よっしゃイカちゃん、おーかぶりなしじゃん。おおお、ブタトカゲ、半身、わかかわいい、かわかわいい、わかりやすい、かわさる、新見逃し、見逃し、見逃し、ちょっと待ってこいつ何凍ってるんだけど、こんなとこでシャワーなんかお前死んでしまうよ。あのかわいいで、金玉、片刃、原子、レッツゴ、出た、リキ、ワンちゃん、こいつ、またなな、今回は地上肌クラ、海、迷惑、犬も、必須、意外、こいつもな。さあ、ということで、ポケモン SV3 ヶ月ですか ?4 ヶ月ですか、もう発売から経ちますけれども、色違いポケモンをですね、進化後進化前姿違い含め、全部コンプリートいたしました。俺はね、でもまあまあ、うん、でもそうだ、1画面だからね、言うて今回はそうですよ、皆さんも全然これ真似できる範囲なんじゃないでしょうか。古代種未来種いるから SV それぞれ1本ずつで2本か、あまあ2本皆さん買っていただければ、皆さんも同じように全然なるできると思いますので、っていうか1画面だからマジで俺なんかより全然先にコンプしてる人とかも普通にいそうだよね。なんでね、これぜひ皆さんもソフト買ってもらって、やっていただければいいんじゃないかなと思いますよ。本当に僕なんかあれですよ、だって12本買ってですからね。初日に12本買って結局2本しか使ってないですから、皆さんもちょっと文句言わずにですね、SV1 本ずつぐらい買ってください、これは。コンプさせていただきました。これ嬉しいですね。よし。じゃあみんな、公園に帰るぞ。鈴木健